次は糸栗節なんですが、奄美大島っていうともう名産大島紬、大島紬を織るにはまず糸を紡いでもらわなくてはいけないので、その時に紡ぎながら歌ったって言われる糸栗歌があります。ですね。あと、糸栗ながら歌ってる仕事歌なんですけども、歌詞の中には薩摩藩の圧政に対する愚痴を歌ってたりとか、そういう、まあ今風に分かりやすく言うとちょっとブルース的な感じの曲ですね。ちょっと静かな感じなんですか。はい、やってみます。糸栗節です。でした。ちょっと歌詞の内容、はい、こういうふうに回しながら糸を送っていくんですけれども、糸は切れたら結ぶことができるんです。ところが人と人との縁というのは切れちゃうともう結ぶことがなかなか難しいよっていう、いわゆる教訓歌ですね。そういった意味とか、あとは荻の高切り、サタの武器とかありますね。薩摩藩にサトウキビをこう上納しなければいけないんですけど、それをできればその私たちの口にも入るようにということで、ちょっとこう高く切ろうとすると、それが分かってしまうと大変なことになっちゃう。だけどなんとかなんとかこの自分たちも、口にしたいんですよねっていうような願いがある本音の歌っていうのかな、そんな歌です。はい。